アメリカンマシンファウンドリーはアメリカ合衆国で240以上のボーリングセンターを運営する企業である。かつてはアメリカ最大のレクリエーション機材を生産、販売する企業であり、取扱い品目は園芸機材、原子炉、ヨットと幅広く多様化した。同社は1900年に初の自動タバコ製造機を発明したルーファスエールパターソンによって設立された。 当初はニュージャージー州で創業したが、後にブルックリンに移転する。同社はタバコや合成機器を製造し始めた。第二次世界大戦後はボーリング事業に参入。自動ボーリング機器やボーリングセンターの経営は収益性の高い事業となった。1950年には自転車製造に参入した。同社はかつてテニスラケットの主要メーカーであり、 平和のための原子力計画における研究用原子炉の主要メーカーでもあった。AMF は第二次世界大戦後にドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領がいた軍産複合体の典型であった。1950年代後半の同社の副会長はウォルター・ベデル・スミスであった。彼は陸軍少将であり、アイゼンハワーの戦時参謀長、トルーマン政権下でのソ連大使であった。 彼は後に第四代 CIA 長官も務めた。1980年代中頃まで、同社の民生品は、動力付き模型飛行機、スキー板、芝生及び、園芸機材、弁法ガンブランドのゴルフクラブ、ボイトブランドのボール、フィットネスバイク及びエクササイズ用品、ハッテラスヨット、アルコートセールボート、ニンブルバイシクル、動力付き自転車、モペット、スクーバ機材であった。 しばらくの間、AMF はハーレー・ダビットソンを所有していた。生産設備の老朽化と品質管理問題の増加は、1970年代後半から1980年代前半にかけての販売不振の原因となった。大幅に多様化した生産品目は効率的に管理するのが困難であることが判明し、一連の損失を被った後に、 同社は生産品目の大部分を売却し始めた。1943年、ルーファス・パターソンの息子、モアヘッド・パターソンが AMF を買収した。第二次世界大戦が終わると、パターソンは同社が成長可視化と業種の変換を決心した。同社の戦後のベンチャーの一つは AMF アトミックであった。これはアメリカ陸軍補給部のバルク食品商社プログラム、 向けの低線量照射装置製造であった。大成功したヘッドハンティングはウォルター・ベデル・スミスの採用であった。スミスはペンタゴンや国務省中央情報局でリーダーシップを発揮し、a m f を1950年代から1960年代にかけて軍産複合体の主軸とした。1950年代後半に同社はイスラエルの ソレーク原子力研究センターに建設される小型1メガワットスイミングプール型原子炉の設計と建造を受注した。これはイスラエルが同時期にフランスの援助を得て軍事目的のより大型な原子炉を建設していたという事実を隠蔽するのに短期間役立つこととなった。パターソンは自動ボーリングピンセッターの試作機と出会う。この発明を発展させるためパターソンは 株の一部を売却して、現金を準備し、八つの小規模な会社を買収した。レスリー・レバークが開発した技術を取り入れ、AMF のピンスポッターは1951年に発売、ボーリングをアメリカで最も人気のある競技スポーツにするのを手助けした。1985年にバージニア州リッチモンドの民間投資、グループ、コモンウェルスベンチャーズが、 AMF のボーリング部門を2億2500万ドルで買収 AMF ボーリングカンパニーが設立された。同社は後に AMF ボーリングワールドワイドとして知られるようになる。同部門は AMF ボーリングセンターを運営し、ニューヨーク州ロービルの工場でボーリングのピンやレーンをオハイオ州シェルビーの工場で関連機材を生産していた。 新しいオーナーは2つの工場が1986年に作り出した700万ドルの損失を取り戻し、会社の競争力を高めるため1000万ドルの費用を削減172名の非交渉単位従業員を一時解雇した。コモンウェルスがボーリング部門を買収する数ヶ月前には24%の賃金カットと14%の給付カットが シェルビー工場の従業員と交渉されていた。しかしながら AMF ボーリングは1950年代から創業を続けていたシェルビー工場を1988年に閉鎖した。新しいオーナーもボーリングセンタービジネスを蘇らせるためにほぼ5億ドルを費やした。そして1995年までに同社はアメリカ国内最大のボーリングセンターオーナーとなった。 1996年にゴールドマンサックスがコモンウェルスベンチャーズに14億ドルを支払い AMF を買収した。会社の当時の戦略はアミューズメント複合施設の全国チェーン展開を目的としてさらなるボーリングセンター資産を買収しそれらを整備することになっていた。ボーリングセンター部門の拡大についての詳細は AMF ボーリングセンターを参照のこと。 AMF ボーリングは1997年11月にニューヨーク証券取引所に上場した。1998年に業績が悪化し株価は急落、拡大計画は保留状態とされた。1999年に業務の縮小が決定された。2000年までに同社は10億ドル以上の負債を抱え、上場廃止とされた。 AMF ボーリングは2001年4月に初めて連邦倒産法第11章に従って破産した。コードヘネシーシモンズ社が2004年に同社の破産を回避するため6億7000万ドルを投じて買収した。2005年、AMF ボーリングの生産部門とイタリアを拠点とするキュービカワールドワイドが50、50の出資比率で合弁事業を キュービカ AMF ワールドワイドを設立した。この合弁でキュービカの自動特典技術と AMF ボーリングのレーン機材及びピンセッター技術が融合された。2007年、新会社の900グローバルが AMF のロゴ入りボーリング級の販売権利を買収した。AMF ボーリングは2012年11月に再び連邦倒産法第11章に従って破産した。 その関連書類で、同社は1998年以降リーグのメンバーシップが36%減少し、そして資産の売却に失敗したと述べている。2013年、AMF ボーリングは破産を回避するため、ストライクホールディングス LLC に合併し、資産の50%がキュー備会 AMF の管理となり、アメリカ合衆国とメキシコ国内のボーリングセンターは、 オールモア AMF が運営することとなった。1950年、クリーブランドウェルディングカンパニーから子供及び若者向け自転車のブランドであるロードマスターを買収した後、AMF は新設した AMF ホイールグッズ部門で自転車製造に参入した。1953年の長期ロードーストの後、AMF は自転車生産をオハイオ州クリーブランドの UAW が 組織化した工場からアーカンソー州リトルロックの新工場に移転した。新工場は大幅に自動化され、1マイル以上のベルトコンベアを装備した6つの別々のシステムを特徴とし、その中には静電塗装システムも含まれた。ベビーブームの余波で標的市場が増加したことを利用し、AMF は製品ラインを多様化することができた。そして、 1950年にバイトマスターの商標で運動器具を追加した。自転車の需要は拡大し続け、同社はそれに応じるため新しい製造施設を必要とした。1962年に製造をイリノイ州オルニーに移転した。そこには122エーカーの新工場が建設された。同工場は1990年代まで同社の主要な自転車製造拠点であった。 20年にわたって一貫して成長した後、親会社からの長期間の管理下にあった AMF ホイールグッズ部門は企業経営とわずかに収益性の高い製品ラインの層で行き詰まった。会社のかつての誇りであったロードマスターシリーズは製造品質、技術規格ともに最低記録に低下した。オルニー工場で製造される自転車は品質がひどく。 いくつかの中西部の自転車店はそれらの修理を拒否した。そして、それらに手間と労力がどんなにつぎ込まれたとしてもしっかり直すことはできないだろうと主張した。同部門の品質と外部との競争に関する問題は1979年のアメリカ映画ヤングジェネレーションの中で要約された。同作の中では中古の AMF、 ロードマスターがリトル500自転車レースで使用された。このようなプロダクトプレイスメントにもかかわらず、映画の主人公はイタリア製の軽量ロードレーサー、マージンを明確に選択した。そして古いロードマスターをクズの欠片と馬鹿にした。1997年、ロードマスター自転車部門はブランズウィックコーポレーションに売却された。しかし、 アメリカ合衆国における低コストで大衆市場向けの自転車製造は外国との競争に直面し実行が不可能だったことがすでに明白になっていた。1999年にアメリカ国内でのすべてのロードマスターの生産は終了した。ブランズウィックは自転車部門とロードマスターのブランドをパシフィックサイクルに売却し、パシフィックは新たな ロードマスターシリーズを台湾と中国で生産し、輸入販売した。パシフィックは、現在も、オルニー工場を、同社のオフィス及び、製品目録と集配センターとして使用している。かつての AMF ビルディング、マディソン街261番地1975年、AMF ハーレーダビッドソン2501975年。 AMF ハーレーダ・ビッ a ソン3501949年にアメリカンマシンファウンドリーはプレッツェルのより機械を開発した。それは1分間に50個の割合でプレッツェルをより熟練した作業工が手作りする2倍の個数を製造し自動でベーキングとカシオプロセスに送り出すことができた。レクリエーション用機器のラインを拡大するために AMF は W.J. ボイト社、弁ガン社と、ウェンマック株式会社を買収した。1961年までに、AMF は17カ国中に点在する42の工場、19の研究施設を管理し、リモコンのおもちゃの飛行機から ICBM、発射システムまで様々な製品を生産した。AMF は、タイタンとアトラス ICBM の発射サイロの建築を担当し、加えて、 ミニットマンミサイルの移動発射システムを開発した。1950年代後半から1960年代前半にかけて同社は原子炉の製造においてジェネラルダイナミクスと接戦を演じた。a m f はパキスタンとイランに対して両国とも初となる原子炉を販売した。ピーター・カーターは平和のための原子力プログラムの下でパキスタンを呼び、 イランで AMF 製の原子炉を建造した若き技術者の一人であった。1953年に同社は本社オフィスをマディソン街261番地に建設された国際様式の高層オフィスビルに移転した。ネーミングライツが与えられ AMF のロゴがマンハッタンスカイラインに輝いた。ボーリング部門は肥大化したため、1960年にロングアイランドに移転した。 会社の本部は1971年にホワイト、プレーンズに再び移転した。1960年代初期、アメリカンマシン,ンファウンドリーは、フランスのセフイフィッジ社と共同で、アメリカの各都市にモノレールを設計、建設した。AMF モノレールは1964年のニューヨーク万ク博覧会で公開され、博覧会のアミューズメントセクションの周りを降下で、 周回した。それは将来の輸送の実用的な形として示された。1971年、アメリカンマシンファウンドリーは AMF と改名した。同社は長年にわたって、多種多様なスポーツ及び、レジャー機材を製造し、その中には、ロードマスター自転車、ハーレーダビッドソンオートバイ、ヘッドブランドのスキー板及びテニスラケット、スノーモービル、芝生及び、 園芸機材、ベンホーガンブランドのゴルフクラブ、ボイトブランドのボール、フィットネスバイク及びエクササイズ用品、動力付け自転車、モペット、スリッククラフトパワーボート、アルコートセールボート、ハッテラスヨット、スクーバ機材が含まれた。1970年代後半、AMF はその出したようなレジャー関連製品について、AMF、我々は、週末を作りますのコピーで、 テレビコマーシャルキャンペーンを行った。a m f は短期間、デオールトツールズを所有し、a m f ブランドで体操器具を製造した。体操部門は後にアメリカンアスレチックとして独立し、AAMF と同じロゴを使用したがテキストは異なった。新たに改良されたフィットネスバイクは、コンピュートリムの商品名で電子心拍モニターを初めて取り入れたものとして開発された。 AMF はまた、アイオワ州メイソンシティのアトラスレクリエーショナルビークルズを買収、レクリエーション用モーターホーム部門を設立したが、1970年代初期の燃料機器の後、重苦しい喪失感を残して解散された。同社は1970年にイギリス企業のベナーを買収し、しばらくの間タイムスイッチを製造していた。九百七十年代後半までに、 AMF は困難に直面した。安定した経営の欠如、老朽化した生産設備、上昇する人件費、そしてホワイトプレインズ本部から多数の生産部門に対する非効率的な管理は売上取引の継続的な低下に影響した。松下電気産業のような日本の大企業とは異なり、AMF は市場において1位または2位の立場にない。 商品部門を廃止するという企業ポリシーを持っていなかった。AMF は馴染みの薄い市場で新会社の買収を続け、同時に中核事業を近代化及び再編成するのに失敗した。その結果、1970年代後半から1980年代初期にかけて同社は年平均800万ドルを失った。一部の子会社は売却されたが、 その中には1981年のハーレー・ダビッドソンも含まれた。イタリアのスキューバダイビング用品メーカー、マレスはしばらくの間 AMF の参加にあり、以前ボイトが製造していた MR-12 レギュレーターの権利を得て製造を続けることができた。AMF は後にマレスを売却し、マレスは独立メーカーに戻った。同社は 結局世界的なスポーツ用品会社であり、皮肉なことに以前 AMF の参加にあったヘッドの一部門となった。1985年に AMF はミネアポリスを拠点とし、投資家のアーウィン・エル・ジェイコブスの配下にある持ち株会社のミンスター・インクによって敵対的、買収された。ジェイコブスは AMF を手に入れると様々な部門を見切り売りしていった。ありがとうございます。